すまんすまんすまん。カモンビッグバス。おった。おい。よしすまんすまん。おお。でかい。ドアジャック美濃ナンバー150。1904年に発売され、およそ50年間製造されていたダブルスイッシャー5本フックタイプ。8分の 3.3 インチ、ウエイトはおよそ 28g とやや重め。前後左右に取り付けられた5本のフックが大きな特徴で、フックが多ければそれだけたくさんの魚が釣れると当時のカタログにも明快に記されている。同じ時期、2本フックのナンバー300、3本フックのナンバー100など、ボディのフォルムもスリムタイプからパワータイプまで数種類がデザインされている。シンキングが基本のダブルスイッシャーで魚を引きつける力は絶大である。カラーもレッド、グリーン、レインボーと多彩なバリエーションを誇っている。クリアなんで、だいぶフックも折れて、そうですね、ボロボロなんですけど、ちょうど僕が6年ぐらい前にアメリカのアンティークショーって NFLCC ってあるんですけど、それに行った時にもう度肝を抜かれたアルバムですね。スモール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 、さっきからバカバカ追いかけてくるんですけど、だいぶもうあれかな、見切ってるかもわかんないですね、魚もね。ちょっと一回ルアー交換してみましょうか。色のねパターンとかあって、これとかレッドじゃないですか。今日みたいな晴れた日にはね、魚に見えたり見えなかったりするんですけど、ちょっとこんだけクリアだったら、こういうね、これも古い100番の150のレインボーカラーですね。これニジマスなのかな、当時からいくと。ちょっとレインボーカラーに交換して、ヒート抜けちゃったりして、でかいのかかって、泳ぎを試してからキャストした方がいいですね。 OK、 カモンビッグバス。ポイントが入った。おきた。おい、よっしゃ、くたくたくた。ちょっと待って、スモールスモール。うおお、でかい。やばいやばい、一本になったかもわかんない。でかいよでかいよでかいでかいでかいよでかいよでかい。やった、150番。これでかいよ、超でかい。なんとか、おお、すごい突っ込む。やべえ、でかい。クラッチ切るわ。おお、やべやべやべ。多分スモール。おお、超でかい。おお、つかみやばい。おお、無茶したな。ヒート抜け。おお、このやばくないですか、この引き。おお、来た来た。おお、やばいやばい。一本かな、針。あ、おお、でかいよね。おお、でかい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 。でかい、50あっかもわかんない。おお、超でかい。おお、でかい。おお、でかい。よっしゃ、取ったー、やったぜー、でかい、やった
たこれは価値ある。いやもうほんとやべー来たかよった。150番に関してはアメリカのねショーで 見た時にね5本の針がついてあのダブルのペラにもびっくりして手に取ったんですけど、それでまあ向こうでちょっと買ってきてどんな動きするんだろうと思ってキャストしたら水の中に沈んじゃったんですよ。それがねこれジェームス・ヘイドはどうやって使うんだろうなと思って、どうにかして釣ったろうと思ってずっともうあれは大好きで毎回毎回いろんな釣り行く時使ってたんですけど、今回ねちょっと使ってみてねあのでかいバスにねあえてね僕ね本当にねちょっとねジェームス・ヘドンにありがとうっていう気持ちがちょっと伝わったかもわかんないです。あのたもうガボンって食った瞬間はねもう本当ね夢に出てきそうですね。最高の一匹でしたね今回のはね。これは価値ある。